そうっす、 SNK っぽい雰囲気のこの伝説のレイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ、伝説っていうかこれがめちゃくちゃいいゲームで、ちょっと待って、チェンするか。ちょっと消しとこう。消すの大変だな。完了。よいしょ。これがねあったんですよ。これめちゃくちゃやりたくて、でそれこそこの体験版だけかと思ったら、こっちはなんと全キャラ使えて、なんだ、これ全キャラね使えるんですわ。これがこれめっちゃ地味で、俺あれなんですよね、これめっちゃ好きなんですよね、地味で。めちゃめちゃやってたとかいうわけではないんだけど、この地味なキャラクターの感じが、これも CPU めっちゃ強くて、さっきのアイアンサーガをちょろっとやろうかなって思ったら、この色があって、これが置いてあって、これあるんかいみたいな。これもコンピューターめっちゃ強いです。で、一応その、あれなんですよね、その SNK でいうと、この昔のゲーム機のネオジオの中ではめっちゃレアゲーで、タッグなんですよ、タッグ超めちゃくちゃなレアゲーで、それをなんかブラジルかなんかの格闘ゲーム好きな会社が権利を借りたのか買ったのかな、なんかそうらしくて作ってるって話は聞いてたんですけど、いつ出るんかなと思ったら、なんか急に強すぎるやろって言った。昔の、本当になんか昔のドット絵の、ちょっと待って、もっとあるやつなんですよ、これ。めっちゃ地味な、この、あ、やめて。めちゃくちゃにされてるけど。ちょっとやめて、やめて。ちなみに、これもよくかかってないのかな。多分この子がヒロインなのもなんか、ちょっとやめて。待って、待って、なんで来た？そう、CPU めっちゃ強いね。ちょっと、よし、OK。この交代しながら。なんか。やめて。反応してきたな。空中ガードあるんだ、知らなかった。死んじまうよな。一応もう一人死ぬまで。よくないですか、この人主役っすよ、この人。ちょっと待って、いやこれできると思わなかったからめちゃくちゃ嬉しい。なんかイラストがちょっと変わっちゃってて、このシーンのイラストとかがちょっとあれなんだけど、ちょっともう一回プレイしてくれてありがとうで。ちょっとこれもなんかローカライズどうなんだろう、まだなんか一応が、ね、さっき言った合体技もあって、めっちゃ追い詰めてくるやん、投げ抜けもしてくるし、おかしくないかこれ。やめて、
投げ抜け絶対してくるんだけど、お願いします。中コンプ、何それ、やめて。え、なんかレベル3とかだと思うんだけどな、フルに使ってくるなんか全ての機能を。チェンジじゃん、これチェンジ、やめて。わあ、まあ今だとこのねドット絵で一から作るの大変なんで、あー、ちょっとレベルを下げよう。ちょっと待てこれほんと笑うな、確かにプレイしてくれてありがとう。ちょっと難易度と CPU レベルってな、難易度 CPU レベル3だから多分低い、難易度ってなんだ、難易度とし、難易度ってなんだ、今これどう考えても難易度がおかしいよな、 CPU レベルじゃないんだよな。ちょっと多分こういう昔のゲームって1下げても変わらんと思うんだけどな、一応ギリギリの3を目指そう。あ、未実装のもの、あ、なるほど、そういうことか、なんか別のものなのかな、バリアを無効にする、いいな、このなんか背景、道場、駐車場、ディスコ、教会、ファクトリー、リング、学校、サブウェイ、学校いいな、リングいいな、駐車場、路上で喧嘩しなきゃな、やっぱり。一応こう人気の出そうなね、キャラとかもこう、アリスとかいるんだけど、ちょっとなんか、なんていうの、ヤンデレみたいな。こういうめっちゃ今じゃちょっと服着さ着ることになっちゃいそうなキャラクターもアップデートで、いやめっちゃなんかねこの地味な感じがいいですよね。これオープンリバインドってなんだろう。でこの一応この人とこの人2人が主役で、地味だな色が。アリス、ランダムでいいか、あ、色も変わるんだ。それでは、あ、でも動きなんか、でも明らかにそんなにガンガン来るな、イージーにしたのに。あ、今なんだろう、あ、カウントアタックか。お、インストールしたのか、オプションとしたら本当にそうだ、本当に出たいのか。いやこれマジで絶対おすすめなんで、一応その新作、そのなんだろう、キャラクター多分変わってないと思うんだけど、一応新作は新作なんですよ、そのサブタイトルというか。やめて。だから容量めっちゃ少なかったでしょ、なんか昔のゲームあるあるで。ジャック、これプーケン人気出そうなキャラなんだけどな。嬉しい、インストールしてくれたら。まあ多分
発ね、オンライン対戦発売してもめちゃくちゃ上手い人だらけのよくある昔のゲームのクロートだけが残ってとんでもないことになってるような状況だろうけど、一人プレイも面白いからな。別府県な、足場に出したら一フルでヒットした長半、多分これあの CPU 性もそのもう昔のままなんかな、長反応のよくあるなんだろう、こっちがレバーとか、ね、十字キー入れたら昇竜出るようにもう設定されてるんじゃないかみたいな。であの交代ボタンと波動拳でなんか交代必殺技とか出て、もう一回入力すると二人同時攻撃になるみたいな。古い格ゲーあるわ、曲げちってよ。全然イージーじゃないんだけどな。あ、まできてた。コマンドがその代わりあのオプション開けんからコマンドがこれわかんない。やっぱね、Google で検索しても攻略サイトとかがそんなに、めっちゃ古い攻略サイトしか出てこないんで。で、多分これが、このイラストがな、ちょっと残念なんだけど、多分あれですよ、その、動画があるとしたら、本当に基盤、ゲーセンアーケード基盤とか、そのネオジオのロムカセットで、高額なやつを持って、でもあれキャプチャーできんのかな、なんか多分そういうのしかないんで、だからなんだろう、売ってあるのってそのネオジオのソフトしかないので、あー投げた。この吹っ飛ばし攻撃みたいなのがコンボがあるんで、じゃあめっちゃ強いなマジで。待て、やめて、この吹っ飛ばしの後もちょ楽しいんだけどな。クラックシュートがある、強っ。どや、追い打ちないか、めっちゃ追い打ちありそうだけどな。だから本当はこれがあること知って、ちょっとアイアンサーガルこっちをいっぱいやりたくて。いやデモ版でこれ全キャラ遊べるの本当めちゃくちゃ神だな。あ、ビリーめちゃいろいろ持ってる。なんか一応なんだろう、道義っぽいね、なんかよくある定番キャラクター強すぎる。にゃーく、コマンドググらないかんから、ちょっとあれだよな、あるんかな。このイラストがなマジでちょっと悲しいんだけど、0対4。ちょっとこれはあと CPU、 ちょっと待って、コマンドリスト欲しいですよね。コマンドリストね、あのなんかググったら一応これあるってあるんやと思って、ちょっと試しにあの音調整だけするために起動してコマンドリストあるかなって見たら、一応ググったらあって、あとそのシステムの解説とか。でも本当昔のなんていうかな、文字しかないホームページみたいな、本当に昔のゲームなんてなんかそういうのしかなくて、写真とかなんか画像で丁寧に作ってあるよ、なんか個人が作ったような。ちょっと CPU レベルを2にしよう。いや違うな、あえて、えい、あ、違うな、いやどうだ、あえてイージー1か、だから文字しかない、本当に好きで作ってるんだろうなみたいな。
あとこのゲームは全然流行らなかったんで、本当にすぐ消えちゃったようなやつなので、多分出荷数も少なくてめっちゃレアになってるみたいな。ペペ、これかっこいいな、いいな。カポエラ使えな、こういうキャラもいいよな、アブ。これなんかなんかブルース・リー的な。あ、ちょ、ランダムでいいか。この2人を組ますよ。あ、じゃあこれでいいか。そうそうそう、めっちゃレアだね。人気出なかったんで、もう版権、まあ、作らないし売った方が。でも結構ね多いですよね、あのレトロゲーで版権を海外の人がめっちゃ好きで作らせてほしいって。日本じゃ企画も通らないし、持ってても仕方がないから。もうそもそも作らなくて、権利を誰が持ってるかが分かんない状態のやつとか、めっちゃだからなんだろう、海外の人でめっちゃ日本のゲーム好きな人はわざわざ探して、権利持ってる人を探して直談判して作らせてくださいみたいな、結構多いみたいですよ。でもやっぱアドバイザーみたいな感じで、やっぱその人の名前がないとあれなんで、一応その参加して、強すぎだろうと考えても、あ、こかっこいい、あ、いや、いいやつ見つけた。いや、かっこいいな、こいつ。行くか、やめて、あぶね。いやー、駒投げ。これプレイできるのはマジでめっちゃ嬉しいな、ほんと。パッケージ版とか出たら普通に記念に全然買いたいですけどね。あー、ダメだ、一生勝てない。ちょっと待て、難易度イージー意味ないってことは CPU レベルだな、これ。あえてノーマルにして1にしよう。キャラクター2、3ってなんだろうな。これは多分 CPU レベルだな。 CPU レベル1にしても怒られました、知らないと。いや、さすがにね、1だと知らないゲームでもなんとか、なんだろう、強パン強キックとかやっとけばね、飛び込んでたら勝てるやろっていう。ダメなんだ、おかしいぞこれ。ここそのままなんかな。ビリーがあれなんか飛び出る、ジミー、ビリーのが使いやすいんかな。いや、このジミー配色めっちゃいいよな。こいつもかっこいいんだよな、ボスキャラ感があってすごく。こいつが多分いなかったのか、俺が知らないんかな、ラスボスだったのかな、こいついなかったと思うんだけどな。この人確か中ボスかなんかで、見てみるか。
だからさ、どうやろうな。あ、やっぱなんかボスキャラ感あるな。このドット絵のイラストはめっちゃ好きなんだけど、一応なんかなんだっけな、タイトルネオって書いてあるもんな。エイジオブザドラゴンズネオか。これ一応その、本当だ、普通にやってくる。こいつレベル1なんで普通に。あ、空中ガード一応。あ、そっか。いや、なんでこんなに寄ってくるの、画面端まで。ちょっと待って、あ、投げは通る、横押しながら。いや、こいつ、なるほど。おや、中断かこれ。すごいよマジで。一応酒攻撃、酒ボタンかこれ。酒ボタンと強キック強パンチ同時押しでなんか吹っ飛ばして、必殺技ゲージの横に押せ、このボタン押せみたいなやつが出るんで、それを押すとなんかコンボみたいな。俺はこのゲームシステムをよく知らない。だあ、背景もいいな、なんかこんなめちゃくちゃ書き込まれてるわけじゃないけど、すごくいいタッチが。これきついよな。なんか敵の攻撃の判定が全部強い錯覚に落ちるんだよな。あ、アニーの残酷波動拳。そうです、一切接待がないよ。一生おかしい、このゲームマジで。弱いやつがおかしい。あ、アニーってこれか。なんか電撃みたいな。ソニア。エイリアスだかな、お前。多分弱いやつがいるはず。逆に、いや、逆にビリーとジミーが弱い説もあるかもしれない。全キャラ使えるのほんといいよな。コンボとかも分からんから、やっぱなんかたまに対してのジャンプが全部間に合ってるから、なんか波動拳ダメなのかな、絶対飛ばれるんだな。あ、ちょっと待てよ、絶対飛んでくるぞ、なんか怪しい、これはやっとる可能性がある。投げ技か、投げ技かこれ。やれ、つうんよ、投げ技か、昇竜で投げ技か。こいつ強者感が強そうなんだ。投げ、正直このデモ版だけでめちゃくちゃお腹いっぱいになるぐらい遊べるかな。対戦しなくていいよな、別にこの状態なら。いやー、来てくれ。お、これ、あ、でもさすがに、スチームリモート、あ、どうなんですかね。お、時間切れだ、時間いっぱい戦ってた。対応してるんかな、リモート。
あ、でも。あー、ローカルプレイか。どうなんだろう。あ、でも多分、この、これは多分、そっか、対戦できないのか、これは。どうなるかな。どうなんやろ、同じ PC 接続してローカルプレイ。戻ってる。あれ？あれ戻ってんのこれ。さすがに製品版じゃないとあれなんかな。あ、でもそっか、別に CPU じゃなくてあれだもんな。髪の色変わんないんだ。何？こいつ、まあ、強そうだな。お、一応ローカルプレイありそうでした。そうなんだ。あ、昇竜拳。対決マニシャやりすぎなくらい贅沢だな。よ、確かにそうな。ローカルプレイ、だって多分そんなに売れないだろうし、だってそのフルプライスでも多分売らないだろうしな。どうやって元取れそうなんだろう。考えたらやっぱ普通だとさっきのアイアンサーガーみたいに4キャラしか使えませんよな。だってまず人絶対いないだろうしな。あ、コマンドリスト発見した。え、ゲーム内にありました、コマンドリスト。多分あれなのかな。ある、あった、すぐ見て。あった、え、シェアボタンだったこのプレイ。え、これムーブリストあった、マジで奇跡の、言われてすぐ発見できた。あ、マジか。ある、そらある、そらありますわな。しかもこっからキャラセルとステージ変更もできるし。本当に出たいのか。データがありません。あ、ちょっと待って、こっからもあれできるんだ。あ、どっち、わからん。ファーストインパクト、わからん。あ、でも結構、まあ、まあまあ見やすいか。あ、対空が航空になってる。あれか、ファーストインパクトってあれか、吹っ飛ばしでどうやるんだな。キーコンフィグ、あれ、キーコンフィグなんかな、え、なんかここなんかあった気がする。なかったのかな、オプション。これコントロールズ、これ編集ってあるけどできんのかな。これコントロールズってなんか無理やりローカライズしてる。お、これ、ま、待ってください。オプション、オプションか、オプションのこのこれか。ちょっと技見よう。何使ってたんだっけ。あ、ちょっと待って、リン強パンチなんだ。投げ、あ、空中投げあるんだ。あ、こいつだけか。ユニーク攻撃ってなんだ。スーパームーブ、スーパームーブって必殺技ってことだから、これ変なローカライズになってんな。スーパームーブってなんか日本人的にしたらあの超必殺技的な感じだもんな。ん？波動パンチ、ヨガフレームパンチ。あ、下ため上なんだ。サマーソルトなんだ。スーパーアクション、後ろ波動、前波動、キック。あ、あれか、同時押しだったんだ。わかったわかったわかった。
全然分かんなかった。ちょっと待って。兄。波動拳。いやダメだ、覚えられん。これ枠外に必殺技が出る、昔の格ゲーあるある、枠外に必殺技表示させる方法もある気がする。あ、ちょっと待て。これって、あ、よかった、スキーホン。これって、バックグラウンドに必殺技これ、設定できる説、ないな。いやもうこのイラストかな、こういうのじゃ、これ違うんだよな。ほんとなんか、あの悪口言うつもりじゃなくて B 級感がになっちゃってんだよな。さらなるこのキャラの薄さがさらなる B 級感になっちゃってんだよな、このやつ。そう、これじゃないかな、ですね。前のそのこのゲームのキャラ絵のままでよかったんだけどな。新キャラとかいないなら合わせる必要もなかったんだけど、なんかそっちもやっぱあれなのかな、権利系の。がないわ、必殺技全然なかった。もともとどれだっけ、もともとどれか忘れちった。どれだ、もともと。お、必殺技表示できそうです。このゲームを2人で攻略している別の角度からあ、表示できそう。え、どこですかね、これ。一般の、あ、これムーブリストってそういうことか。ああ、なるほど。いや、来た、マジかやべえしかもここにムーブリストあったしやべえ、ちょっと画面が狭くなってるけど、あ、これ俺のせいか。これ画面比率をちっちゃくしてるからか。やばい、快適になった。体験版なのにめちゃくちゃ環境が、キーコンフィグできて、技表、欲しかった技表を見つけれて、しかも横に配置できるっていう。見づれえな、でも技表。これ本当にやっちゃダメなやつよな、この体験版。さあ対戦するかとはならんだろうっていう。後ろ、こういうことか。なんで普通された？ゲージ1本じゃ何もできんのかな。なんか期間限定とかじゃなかったら普通に暇つぶしこれでできるんだけどな。あ、これサマーソルトなんだ。いやー、ちょっとこの画面比率問題だったな。ちょっともう一回、このイラストがね、良かったんですけどね、そのままで。一応ヒロインポジのね、このリンのこの地味な感じもめっちゃいい。ちょっとなんか動きも昔のゲームっぽい重さがあって。ですよね、あのインパクトってこれですよね、吹っ飛ばすやつ。間違ってるかもしれんけど、あのこれね、なんか AAACC みたいな簡単だし、
そうそう、ほとんどなんか多分あるはずなんですよ、これを当てる方法が。攻略班としては何かこれ何かしらが。でもインパクトめちゃくちゃいい、なんかちょっと癖になるあのスローモーションの感じとか。当たんないのよな、攪拌みたいなのもらうし。あと空中ではどうやるんやろな、上押したら追いかけるんかな。そう、今のゲームにとうさそうな、めっちゃいいよな、なんか。そう、あ、この後どうするんかな、このなんかこの技、ひざひざこれか、ひざひざ。タイムが時間いっぱい戦うゲームじゃないんだけど、多分。じゃあ一人でも体力残ってる方が勝ちなのかな。今ならこのアリスもめっちゃ人気が、これが新作ならなんかワンチャン全然人気出てもいいような気もするんだけどな。病んでるみたいな感じ。おしゃい。あ、タイム復活、あ、タイム増えてる。あれ、マジか。一人倒したら10秒増えた。いや、パーティーさん頑張ってほしいけど、あまりにもうすでに人気が出なくてこの世から一度消え去ってしまったゲームなんですよ。この格ゲーブームでも絶対無理ですよ、こんなの。あ、リーム、うん、あれ、まあ、自由に多分あの発売しても昔好きだった人だけがざわついて、じゃあランダムでまた同じやつか。ストーリーモードができるから、そっちは一応あれなんかな、製品版としては。空中で飛び道具ある。あ、でもなんか飛んでくるな、普通に。変わんないか、あれも一緒に。昇竜と、これか、クラックシュート。これなんだろう、パンチか。おー、なるほどなるほど。敵の攻撃強いんだな。おや、やばい。これが対空か。あ、この人2つ技があるんだ。あ、来た。あ、じゃあ先端、イリュージョン。お、当てみ。これしのいだら0秒になるか。あ、これ当てみっすね。当てみみたい。あ、ライフで数値化してあれか、勝ちを決めるんだ。でもあれだよな、このこんだけガンガン攻められたら当てみとかちょっと無理だよな。
あと特殊技か。ん、絶対投げ抜けてくるの。お、一応当てる。画面端にぶつけてインパクトか。立たない。硬直もどこまでガードしていいかわからんかな。長半の CPU に当て、ああ一応こういうのあるんだ。なんて喋ってるか全然わかんねえな。ん、後ろ半で OK の切りなんだ。あ、当て身超必超必殺技かこれ。もう一個は、はあ、なるほど。ことか今の。これはなんか対空みたいな。いやー、もったいない。これ覚えゲーか。これ覚えないとかかってるから。いや、死んじゃうこれ。今のなんだろう。おー、今のなんだ。これ勝ってしまうと10秒足されちゃうんだ。やっぱ足されるんだ。だからこれ駆け引き的には時間切れを狙った方がいい。うん、時間切れを狙った方がいいのもあるのか。相手が逆転する可能性が出てきちゃうもんな。投げる、投げ抜ける。これ逃げるのにも使える。あー、でまた10秒足されるから、これ俺勝ちが、もうこれ勝ちが見えてたのに。やめて。あ、来た。どや、あんま減らないな。ダメだ。じゃあ攻撃連打しか残された道がない。なんて喋ってるか全然わからんな。ステージ向こうしろ。隠しステージ。ディスコやってん、ディスコ行ったかな。やってない気がする。なんかこいつら使いたくないんだよな。アデル、ユリアンみたいな。こいつもなんか結構男キャラ、なんかこれもボスキャラ風な感じやし、こいつもねなんか強そうだしな。なんか結構あれなんだな。キング服で、なんか戦ってないやつ。あとこれ投げ技、あ、緑色になっちゃったよ。少ないかこの技。お、ひじ、あ、ユリアンだこれ。いや、これ出るのが遅いんだよな。あ、でもあれか、当たれば。いや、この歩きはかっこいい。なんで投げ、ちょ待て、やめろ。答え、あー、めっ
ちゃ投げるやん。パンチ。何それ、これ何、戦士っぽい。先端当てれば、あこれいけ、いやー先端当てればバーンナックルだこれは。そういうことしながら一応ちゃんとコマンド表にこの、あきゃ、おコマンド表見てるから、今コマンド表見ながら、あめっちゃかっこいい、あこれ対空が後ろ竜巻で対空なんだ、あこれ強いかもしれない、見せかけて、おお、あタイムアップなるんだ、アブボいい戦いになってる。いやーちょっと暴れるやん、いやーこれ投げ技か、ちょやばい、まだ一回も CPU に勝ててませんひどいゲームだひどいゲームだ、いや時間いっぱいレベル1でもなんだろう、時間いっぱい戦ってるからもう絶対おかしいよなこれ、そんなことないですよ、なんでなんこの時間いっぱいレベル1の敵と、新作やけどなんか余計なプログラムみたいな、なんかうそういうなんか余計なことしてないのかな、いやあのいやーいや投げ抜けめちゃくちゃしてくるし、どやだー勝てそうなんやなんかこのなんやろな、あ、これ強そうだな、なんか、なんかこの動き強そうな気がする。どや、暴れる、いや潰された、投げる、抜けられる、あーちゃ、あーじゃ失敗した、おーこれ出るのいいよな、下に何を押してくださいっていう勝ちゼリフがオラーなのもいいな、やったやった、うーん、なんかこうちょっと感じられる硬派な部分もいいよな、難しそうな、ちょっと待って、また何だろう、
お、勝利、初勝利、ついにマジだ、ついにこのゲームの奥深い部分にこれは近づいた、一歩近づいてここまで熱くなったら初めてですなんかいけそう感がねあるんですよね、いけそう感が。決してめちゃくちゃではないんだよな。でもまあめちゃくちゃではあるけど、多分このゲームめっちゃやってるの世界で5人ぐらいしか、いや5人いたらいいのかな。とや昔のなんかね、あの格ゲー結構ブラジルとか南米の人とかにも意外と人気があるからな。アジアもね、情熱がないと多くのね、謎の、謎じゃないけど小さい日本のゲームの権利なんとかし買い取ろうなんて思わないかな。これの使い方を、これ同時攻撃もう一回やりたいんだよな。逆から、あ、ダメかな、どうやるんかな。あ、なんかいつの間にかすごい無敵で、なあなあだ、全部返せ、おやこのゲーム買い取って販売するとこうだそうだけど、ゲームのチョイスはなかなかです。確かにやっぱあのあれもあるんじゃないですかね、その続編出してくれとか、その現行機で遊べるように、要はまあ外国だとね Steam とかもそうだけど、なんか自分たちが遊びたいも、つうかやっぱなんていうかな、そういう部分もあるんかな、自分たちがね遊びたいとか、誰も出してくれんのやったらもう自分出しますわみたいな。でね、もし何人、そのどれぐらいの規模なのか分かんないけど、何人かいてね、もうみんなが好きじゃないと一人が強行してこのゲーム買いに行こうとしてもやめとけってなっちゃうからな。みんなで会社を起こしてたらさすがにって、そのそれをはやめとこっていう、それ買うんだったらもっとなんかいけそうなやつを買おうって。まあでもめっちゃ俺はありがたいそこが本当に。権利買わなくても作らせてくださいわね、めっちゃ。他もそのなんか眠ったままのね IP っていっぱいあるんで、そういうのもね誰も手つけないもんな。逆に日本の方が企画がね通んないだろうから、お金にならないからな、どう考えても。インパクト本当に必要ない。そう、なんかこれ発展させたら本当になんか、なんだろうな、初心者にも良さそうだし、おしゃい、なんか本当にねいいシステムですよね。月芸でもなんか、いや時間が無視だ、つなげるコンボとか、いや多分もしねそのガチ勢とかの動画とか見たら多分つなげるのあるんじゃないですかね、さすがにね。できっとあれもあると思うんですよ、A 級連続技みたいな、
アップデートとかがなかったん で多分その昔のゲームってなんかバグ技じゃないけどめっちゃ強いハメ技みたいなやつが必ずあるんで、そういう意味でもそのなんかインパクト使った技ってなんかありそうな気はしますね。一生浮かしたりもなんかそういうのもでき、そのインパクトが空中で当たるんで、あ、10割コンボね、絶対ありそうですよね。だからなんかインパクト の, あの遅さと空中で謎の挙動というか動きなんで、もうめっちゃなんかそういう匂いがプンプンするんだよな。確かに10割は全然ありそう。まあ大体流行らなかった理由とかって10割とかすぐ発見されたりっていうのもね、結構なんか歴史的には多いんで、多分このゲームもそれが多分あるんだろうなっていう、まあ、昔の格ゲーとほとんどそういうのあるからな。なんかね、ひどいやつだと発売して 2,3 日で永久な連続技みたいな使っちゃってどうしようもなくなっちゃうみたいな、開発者の人がね見つけれん技をその遊ぶ人たちの目が超えすぎてすぐに発見しちゃうみたいな。まあ、今のストロークとかでもそうですよね。めっちゃ強い連携とか5000、6000とかねダメージ伸ばされてこれやばくねえかみたいな、ゲージ回収とかもそうだよな、予期してない部分だろうし、挑発された挑発あるのか、あれ多分逆から波動拳か、おこれで走るんだ、おデバッカーチームとかも今の大手の規模感じゃなそうだし、なんかありそうですね。確かに、小規模だとまあでなんかそんな遊び方するのかみたいなことをやられる可能性がねあるので見つけれんよな。まあそのキャラバランスとかもそうですよね、言ったら多分めっちゃき、まあ全然わかんないけどめっちゃそのめちゃくちゃなねキャラバランスの可能性もあるもんな、このゲームもそうだけど、だから当時とかまあ流行ってないからあれだけど、まあ、流行ってたとしたらね、もしかしたらその強キャラみたいなのが無双しててみんなそのキャラを使ってたみたいな可能性もあるからな。もう一回、確かにな、規模が、なんか何も知らないから楽しめる。あーだっ、なんか当てる方あるのかな、ほい、おや、あ、拾えなかった、空中どうやって行くんかな、この後、いや死んでしまう、お、なんか、え、あ、ちょっと今の怪しかったぞ、動きが、いけそうだったな、これなんか、あ、じゃあ対戦相手が腕前近い人なのは結構面白さに影響するイメージがあります。同じね強さだと、そうそうね、でもこれランクマットあれだよな、ゲームセンターにしかなかったからやっぱり人がね多いといいけど、一部の人しか、やり込み勢だけが新規勢かやり込み勢かだけみたいな、ガチ勢か、今ランクマッチとかはねあるし、確かにな、同じ腕前とか
か今の分かってない状態が一番楽しいのもあるしな。ここがつまらんみたいな、なんかこうめっちゃね、やめちゃくちゃやり込むとなんかダメな部分というか、どのキャラ使っても結局やること一緒ですやんみたいな。こいつ使ってねえな。あと何だ、ちょ、なんかラスボス使ってみるか。鬼全部な、何その、あ、ちゃ、なんかあのあれだな、なんかこの人相当浮くな、技全部が何もできぬ。あ、めっちゃ少ないな、なんか技があの技表が少ない、絶対ラスボスだな。ん、ちょっと待って、やばくないかこの人。ん、うわー、でもダメージもないな、これ絶対ダメな弾。あ、酒攻撃があるからあれか、あ、あれか、酒攻撃と前転があるからそれも。でもこのボスキャラはあんまり魅力がないな。はい、そうか、前転あるのか、前転は。じゃあ、ちゅ、ちょ、挑発しやがった、嘘。ちょあれ、インパクトないんかな。あ、え、ちょっと待って、インパクトないかもしれない。そんな技か、おやい、バックステップ、めっちゃ挑発してくるな。あ、この人インパクトないんかな。あ、インパクトない、ない可能性がある。あ、インパクトのあれはないもんな、コマンド表はインパクトがないもんな。当たり判定ないんだ、絶対ダメだよこれ。え、これは強いやつ。なんかこの勝利画面の音楽も聞き慣れてきたな。なんかこのリングが中ボスステージだった気がするな。あと誰が使ってないやつ、もうなんか一通り、ソニアなんか自分ではあんま使ってない。同じ色だ。エイリアスかな、エイリアスめっちゃ触り心地がなんかかっこいいですよね。なんか背中がなんであんなに服が開いてんのか、デザインがすごい、あの、なんていうかな、攻めてるけどかっこいい。キャラセンスはめっちゃあると思うんだよな。あー、え、そんな技あるんだ。投げ技もね、あるし、昇竜拳
恐竜拳で投げ技からの突進と、突進っていうか、いやーそんな技あったんだ。あれ蹴りもナイフ？やばい、何もしてしまった。このプパとかもめっちゃいいデザインだと思うけどな。どや？ホールド？あ、いけた。あ、わかった。斜め、あの、あれですよ。インパクトで当てて、斜めジャンプか。斜めジャンプしたら追いかける、勝手に。キャラデザ結構刺さる人には刺さりそうよ。まさに、俺めっちゃ。いやーでも違う、 BBTD か。俺めっちゃ刺さってますよこれ。うわーすごいすごい。あー拾えた。すごい。なータイムアップにめっちゃなるな。コンボ開発でもガチャガチャやってただけですけど、コンボ開発全キャラインパクト一緒なのはなんかもうね、連続数覚えなくて、このインパクト当てる方法さえ分かれば、なんかどのキャラ使っても結構楽しい動きが出てくる。絶対波動拳に飛んでくるんだな。なんかガードキャンセルみたいなのもあるもんな。あ、投げ抜けしてやったぜ。でもあれなんかな、インパクト指導が一緒で、ジャンプ斜め、そうなんだろう、空中追いかけと地上追いかけが選択できるんだったら強い方しか使わないからな。空中で当てれればいいんだけど。あー確かに今のボタン表示ムーブリストのマークにね、確かに。多分これそのゲーセンだから移植した状態が多分その何だよ、ゲージに出る AABBCC って多分ゲーセンのそのボタンのそのままなんだろう、そこを多分変更できないやつですよね、それ多分結局。あ、簡単。なんか元々がそういう仕様だから、あの、なんだろう、これとね、 BBDD。 その筐体のボタンになっちゃってんだよな。拾える、あ、これ拾える、操盤波動拳で拾える。確かにな、その移植するんだって、そこもできるんだったら。でもなんかステージも一緒、どうなんだろうな。ネオって書いてあるけど何がネオなのか、多分全く一緒のような気がするんだけど。肩ウィッシュリストが一番上にあるの。ディスコードもあるんで、なんかあれなんかな。ずっと味がするガムだぜこのゲーム。なんかあの打撃の感じも良くないですか、なんか当たったこのなんか気持ちよさというか、なんかそういう部分はめっちゃ優れてると思うんだけどな。全然インパクト、やっぱこれ当たらんな。どうやって当てるんだろう。
これも拾いたい。打撃感ね、割と大事ですよね。なんかストロークのインパクト当てた時のあの気持ちよさとか、多分格ゲー初めての人とか絶対あれ気持ちいいだろうなっていう感じはめちゃくちゃするゲーム当てて気持ちいい瞬間明確やな、大事。確かに確かに。おや、ダメだ。おお。絶対拾えるのか。なんか何でもいいからボタン連打しては拾えそうな気がする。っていうことはでも地上は壁当たり判定になるのかな。打撃はね、ほんとこれ気持ちいい感じなんで。なんだっけ、さっきのアイアンサーガーファミ通とかの記事にもなってたのに、このゲームは一切記事になってなかったんだよな。なんで誰も教えてくれなかったの、これあるの。一番記事にしなきゃいけない最新ニュースがこれなのに、ウーバー結構使いやすいかもしれない。ペペなんですか。同じステージになっちゃった。多分技追加とかもされてないっぽいな。あ、元気。絶対拾えるわけないんだ。無理か。ユーザーレビューが一件もない。多分体験版ってレビューって表示されるのかな。多分発売日とかもまだね決まってないんだ。ストアページがあるのも今日全く知らなくて、なんか作ってますよみたいな版権取って、どうやらブラジルかなんか南米のとこで作ってるらしいみたいな。そっから2年とか3年とかで急にだったんだよ。はい、レビューつけれるけど、なんか見れないんかな。つけれるのはつけるんじゃないかな。なんか5件とかなってるのもたまにあるんだよな。だあ。あ、開発者がライブ配信してる。あのスチームのなんか開発者のライブ配信なんか見にくくないですか。なんかどれも なんだろうな、巻き戻しもなんかうまくいかんし、勝手に開かれるんですよね、あれね。ページ開くと重くなっちゃうの、ライブ配信も。確かに、なんか動画というか雰囲気だけ分かればいいのかな。円安だからいくらで売るんか。でも大体3000円とか日本円だとこのぐらい。高かったら多分誰も買わないしな。
でまあみんなねやっぱセールスもね基本はねセールでもよくわからん格闘ゲーム例えば1500円だったら買わないもんな。敵だと強えな垂直どうや拾えない。めっちゃ挑発してくるやん。これ投げ技か。投げ技か。おお。強パン波動拳。あれあ。気が早い。これは当たった音がない。全然減ってないんだな。うん。なんかありそうなのってドラゴンチャレンジってなんだ。ああれかいろんなやつか。ランダムチームランダムにチームマブうんうん体力なくなるまで戦い続けるようなやつなのかな。いや本当に痛いのあとも普通に普通の普通のモードしかないの多分これでネオロン竜って書いてあるな。アーケード選べんからちょレベルちょっとこれ結局わからんもんないな。じゃ最高に逆に5でやってみようか。最節度からやるか。これラスボスステージってことなのかな。ステージはなんか普通にファンタジーっぽいね。じゃあこれ仮に製品版でオンライン入っても海外勢と仕方なくてやりましたあそうそうな海外の人しか当たんないですよね。しかもなんかサーバーアジアサーバーとかなんか発売最初発売した当初ならお祭りじゃないけど好きだった人が結局そのなんか昔の強かった人がわーっと帰ってきてちょっと祭りみたいになって、まあ、もちろん新規勢はいるわけがなくでまあいいおーすごいすごいこれやりたいんだけどなで1週間いや1ヶ月ぐらい経ったらまたみんないなくなっちゃうかな。上手い人も結局マッチングしなくなったらさすがにいなくなっちゃうもんね。だからなんか今だと SNS で募集したりになるのかな。すご
一応多分ロールバック機能とかね入れると思うんで、まあ今のゲームってだいたいロールバック入ってるんで、マイナーなやつとかも、なんであの技術がそんなに安く、なんかいろんなところが使ってるのかわかんないんだけど、ロールバックありますからね。おや、いかがった。他のゲームでロールバックとは多分やったことないんだけど、なんかねストロークとか本当にすごいなって、技術すごいよなってめちゃくちゃ思いますわな、あの技術は。ちょっとラグ、まあラグがあるけど、ちょっとラグがあるぐらいで海外の人と戦えるっていうのも、キャラによってはね、このラグとかあるときついけど、こういうことか。強すぎんだろ。あぶね、クラックシュート、垂直拾えないんだなこれ。おや、あー、これとかの後がいいんかな。いやダメか、確定じゃないんだ。それやりたいんだけどな。容赦がない。いやー、ちょ交代。いや交代賞投げられた。交代賞投げられた。あ、ダメか、拾えないんだ。おお、でもこれ絶対勝てない。体力回復どれぐらいするのかな、全くしないのか。あ、ないんだ。ワンチャンだ。投げコマンド後ろ入れてからなのが、いやいいっすよね、投げコマンド後ろ入れてからだと難しいよな。後ろ入れてからだとな。あ、難しいよな確かに。後ろと全然ダメだな、こいつら強えな。いや、あれガードできるんだもんな、これ。すげえな。ああ、あ、これ削られてんのか。いや削られ、わかんない、削られてんのかな。いやでも全然振らないな。意外と減らないですよね、なんかあの技を食らっても。なんか補正とかどうなってんだろうな。やめて、うわ早っ。いやー、じゃあむずすぎる。空中ルートがきってキャラによってはむずいな。 A から始まってほしいな、せめて。なんかA から始まってくれれば途中画面チラ見しながらなんとか修正が効くけど、 B とかスタートは BD スタートな。
もう死んでんのか相棒。チョップ、いやこれで空中判定は強いよな、こう考えた。確かに対空にもなってるのか。なんかラスボス感があっていい、ボスキャラっぽい感じがしていいよな、かっこいい。こいつは小物感があっていい。ダメだ、あ、あ、じゃあちょっと待って、いきそう。あー、やっぱこれ追撃。あれ？これ、あ、そうか、これ最大レベルにしてね、これは。スピード感がすごい独特かも。味噌に息抜きとしてはなんか全部新鮮、全部知らないんで、なんかなんだろう、全部新鮮なのもめっちゃいいですよね。いやー、これ結構なんか一人用のストーリー格ゲー対戦より、正直なところストーリーとか一人用の方が実は好き、なんかキャラゲーとして好きなんで、全然別にあの、ああありですよ、あり。なんか対戦しないならそんなにね、一生懸命練習みたいな、そこそこでいいし。ああこれマジか、いや、その金額にねよってもありで、やっぱそんなめっちゃメインで遊ばないんで、やっぱちょっとね3000円とかでも考えちゃいますわな。2000円でもだよな、だから980、セールとかで980円でも最初からそんなに厳しいですよね、3000。やっぱりだって3000あったらめっちゃ何百時間も遊べるようなゲームってスチームにたくさんあるし、気になっとるやつとかね、なんかこうそのうち買おうかなみたいなウィッシュリストに入れてるやつとかも多分みんな結構あると思うんで、これ3000で買うのはね、あの今だとストロークセールだと、いや3、じゃあ4キュッパとか、違うな、5000円ぐらいでしたっけ、セール。今までのセール。半額か。半額は最高か。ちょっと頑張ってそっち出した方が絶対に遊べるもんな。あ、これあるんや。なんだこれ。マジか。定価1500円、セール1000円切る。理想、確かに。やっぱねセールだと1000円、他のゲームも俺もやっぱりあれですね、1000円とかだったら1000円かなって感じ。なんかめっちゃあるやん、見てない技めっちゃあるやん。わ、これ1000円ですわな。普通に欲しいやつならね1500円とかで全然いいけど、コスパじゃないけどなんかそういうのも考えちゃいますよね。俺これパッケージ版出てくれるんだったら普通になんか5000円とか6000円でも全然記念に普通に買いたいんですけど、あのまあでもあれだよな、出荷数絶対少ないからパブリッシャーとかどこかが出してくれないと。あー、なんかどの
ゲームもね1000円切ってくれたらって感じ。なんかセール、例えば次なんだろう、ウィンターセール、お正月のセールか、違うな、あれ中国のなんだっけ、中国の旧正月セールみたいな、なんかな、なんかそういうのが、同じ会社全然違う系統のゲーム出してるっぽいので、いや、あ、全然そこは見てなかった。ええー、そうなんですね。技術ある人が遊びで作ってそうな雰囲気。移植なんかね、半分ほぼ移植みたいな、だからあれなんかな、その技術的にも手間もそこまでって感じたんですかね。でもオンラインとかつけてるから、そこは言ったら、あとなんかこういうのもパッと見綺麗に整ってる感じしますよね。なんかこの配置というか、なんだろう、なんか慣れてない感じじゃないもんな、わかりづらいなみたいな、そういう感じがしないんで、なんか移植としてもなんかすごくいいところが作ってる感はめっちゃありますよね、これ見ると。なんかまあこだわり派の、こだわってる人からしたらなんかね、実機と違うとかっていう部分とかがもしかしたらあるのかもしれないけど、これいいな、丁寧になんか作ってくれてるなっていう。この走ってくるまで技なのかな、こいつ走ったら違うな、そんなわけないよな。なるほど、追撃ないのか、投げ投げあれ、これ発見したのか、え、駒投げがガードで防げる、え、マジですか、知らなかった、駒投げガードで、どうだ、勝てそうにない、あ、キャラによるかも。でも多分なんかそういうのもかも、なんかこんな、確かめようがないですもんね、なんかそのトレーニングモードがないのと人とやれないんで。いやー、この連携、切り返しかこれ、うわー、なんだ、暗転返しみたいな、もうめちゃくちゃされてんな、やめて、まあ、低いですよねダメージ、マジで全体的になんか、やっぱこのあれなのかな、インパクトでめっちゃ減ってんのかな、一気になくなるときと、なんかそんなに必殺技単体で当てても、やめい、に隙がないんだな、あ、なんだろう今のアッパーの後のやつ、なんかありそう、な、うよ、2キャラ分あと1試合で終わる
か家の挑戦ですかね。あ、体力バーに2本分みたいな、違うな。あ、そういうことか。そうなのかな、2キャラ分の。1試合だからすぐ終わっちゃうのか。確かに2ラウンドならもっとなんか普通の格ゲーみたいに減ってもいいはずだな。なんか他のタッグもだとまた違うかもしれない。これなんか倒した後に一応勝利ポーズが、勝利演出というかね、勝利ポーズが、違うな、でもそのまま勝利ポーズとか時間戻るのも独特だしな。ほい、あと一応 KO 演出ね、こうやってまだまあすぐ出てくるから他のタッグモンと一緒なのかな。でもゲーセンならワンコインの遊べる時間が短いと。プレイヤーはね評判悪いですけどね、ゲーセン的にはもうもっと早く勝負がついてくるみたいなね。でもあっという間に練習できないからあれですよね、あっという間に終わっちゃったら悲しいよな。いいな、なんかいろいろかかと落としてやりちゃぎある。誰が強いんかな、こういうなんかこういうのを見てみたいな。意外なやつがめっちゃ 強キャラみたいな。お、すごい裏回り。ビリーがやっぱなんか、あ、じゃあステージ変えたかったんだ。ビリーが、ジミーもいいな、ビリーがいいかな。この1人が、え、1人、2人セットなのはちょっと覚えることも多いから、それも大変だよな、そう考えたら。ワンコインで遊べる時間と、なんか強そうなやつ選んでないと、このキャラだけ使いたいのにみたいな。全盛期の試合の攻略、本当に命を懸けてる感じがしますしかもある程度流行ってくれないと、その命がけの攻略をで戦う相手がいないんで、あれですよね、あのなんか悲しいよな。最初にもうめちゃくちゃ攻略、最初にね、もうこのゲームや、次に来るのはって。だからやっぱああいう大手のなんかスト2シリーズみたいなね、 SNK とかの、まあ、一応これも系統としては SNK とかになってくるんかな。みんな一応勝利点あるんですよ。人口、いや人口マジで正義と思いますよ。 FPS もそうだけど、結局マッチ、やっぱなんだろう、格闘ゲームでいうとこのね、対戦相手にも一応一緒に遊んでくれてありがとうの感謝がないと。人いなかったらな、特に対戦とかその
好きな人だとね。人いないと使えないですもんね。使うんですよ。ピザ。FPS も人がいないとマッチングにめっちゃ時間かかっちゃうし、末期のやっぱりゲームだと同じ人としかマッチングしなくなるみたいな。しかも時間帯も結局なんだろう、自分が平日お休みだったりねする人とか、結局なんだろう、土曜の夜とか休日の、それでもずっとはみんな続けないから。あれ何でしたっけ、スト2コレクションみたいなあれとかもやっぱりきっとね、ゴールデンタイムにやっても多分人いないだろうし。あとあれですよね、今はなんかマルチプラットフォーム、マルチプラットフォーム、そのいろんな機種が一緒にストロークなんかもね、プレステの人とも遊べたりするんで、その人口問題がその機種だけじゃダメっていうのは結構きついんで、世紀末状態になっちゃうと思う。で、同じ人にねずっとマッチングして、その人がと、まあなんかいい、なんだろう、強さが同じぐらいで分かり合えて、また明日も来てくれるかなと思って急に来なくなったらまた悲しいしな。結局また一人だからな。めっちゃ投げに抜けてくる。あ、これ？まあ、人やっぱり重要ですね。しかもね、それこそ初心者が一生入ってこなくなってきたり一緒だからな。なんかそのマスターだらけになったらね、それはそれで。なんか今はね、それこそ AI とかボットとかをプレイヤーのふりさせて、ゲームによってはこういうのもあるから。ちょっとはマシなのかな。配信だった。AI がね発達してきたんで、これはそこでいいですよね。だな。これ追撃できない。あ、これ変わった。いやー、だってナイフ止まって動くか。9敗。カード速い。こんな押されている。危ない。ん？あ、これか。これ、あれ、これもしかしてめっちゃ強い説あるかな。え、マジですか。パーティーさん、なんかプラチナ、俺と初めて戦ってるプラチナ1とかマスターいけたんだ。まあすごい。あ、ギルティギアかやろうかなと思う。おすすめ、おすすめ。え、マジでマスターいったんすか。すげえな。
プラチナね、1でしたよね。すげえな。いや、みんなね、当たり前みたいに言ってるけど、最後のなんかよくね、配信とか見てたら最後のきつそうな感じとか、ダイヤのね、最後のマスターまでの数字ばっかってやっぱね、気にする、気にして、なんだろう、その心境的にも辛いだろうし、毎試合毎試合が 重いしな。すごい。でもだから俺、当然みたいな空気はちょっとなって思うんだけどな。おすすめなんだろう、まあ、ギルティギアもね、人いるし、ロールバックがあるんで、なんだろうな、おすすめ。だってもうその流行ってるとか人がいるってなったら、結局あれですもんね、鉄拳とか 3D になっちゃうかな。鉄拳か、本当に。だからエボで、結局のところね、エボであれから今日までずっとやってるわけじゃない。すごい、マジで。なんだろう、エボでねやってる。じゃあ、あれからずっとマノンだけ。すごいよな、結構短い期間だもんな。1ヶ月ぐらいだったのかな。おすすめなんだろう。でもずっと大きい大河がね、なんかあるのは、あとなんか結局大きい大会あるのも目安になるし、まあ、別にそんなねガチにやるわけじゃなくても、あとなんか運営というか、その会社が頑張って宣伝してくれてる、宣伝というか企画というか、なんか広報の人たちが盛り上げようとしてくれてるようなキャンペーンとかね、安売りキャンペーンとか、なんかそういういかにも頑張ってる感じ、まあね、ストロークみたいになんか盛り上げようといろいろ仕掛けをやってくれてる会社じゃないと。グラブルとかも最初ね、なんか1億円みたいな、なんかそんな感じだったもん。あれ 2XKO か、ライアットの LOL のやつか、あれがね無料で、あれ体験版とかそろそろ来ないんかな。あれとかはね、多分次絶対、まあ、流行るというか、なんかやるとしたらめっちゃあれ、なんか多分来そうな感じは。無料っすよね、確かね。あれか、なんだろう、グラブルも別に面白いけどな。ただ人が、あ、2XKO か、あれね、いいっすよね。俺 LOL のキャラはあんま分かんないんだけど、あのアニメは見たんで、なんかそのキャラがいたから、いるわって。あれね、多分すごい人は同時にせーので始める感じですよね。だからなんかストロークを参考にして、あ、グラブル VS なんだ、 R って新しいやつですよね。あ、そうなんだ。アディさんグラブルズやったんだ。あ、新作のね、そうね、あの 2B とかゲスト出てる、DLC のキャラが最初からいるやつですね、新作のライジングか。あれはいい、ゲームはめっちゃいいゲームだったと思うんだけどな。あの簡易コマンド、それこそね、あの簡易コマンドがあって人をたくさん入れて、最初の大会も原作グラブルやってて、そこ、あ、その流れなんだ。あ、じゃあやっぱそういう人いるから、あのゲームやっぱなんか重要ではあったんだな。あれってなんだろう、1の時ってなんかコードが入ってて、なんかそれだけだいたいよくあるじゃないですか。なんかほらスマホゲームだとコードだけ抜き取って、あの製品版買って、最近はで、なんかあれになったんですよね、無料というか、なんだろう、トライアル版というか、なんかキャラ4キャラをなんかこう毎週なのか毎日なのか忘れちゃったけど、4キャラをなんかこうランダムで使えるキャラが変わるみたいな、もうボーナスコードね、あれあったんですよね、出た時。いや、あれこそ発売 初代のやつ発売した時に派遣やっつって、結構プロの人たちもねみんなやってたし、
まあ、いいゲーム、まあ、めっちゃなんだろう、演出もすごいいいし、まあ、キャラゲーとしても良かったし、ただあれですよね、やっぱり格闘ゲームになるんで、そのキャラ選びというか、ほらいろんなパターンのキャラが必要なんで、人気キャラ全員出ないみたいな、だから元グラブル好きな人からしたらね、あのキャラ出してほしいみたいな、どうしてもね、なんか投げキャラが必要だったり、でかいキャラ、チビキャラ必要だったり、なんかそういうのがいるんでね、なんかキャラ戦でこのグラブ、俺も一応このワンの方は、あ、そうそう、モダン操作のね、あるんですよね、普通にただ横をしながらとかね、であの簡単さもね、コンボもなんかジャク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 みたいな、チューチューチューみたいな、であのしばらくねクールタイムがあって使えないっていう、なんかめちゃくちゃ考えたんだろうなっていう、あれこそそのモダンでいうところの、その対空がめちゃくちゃ殺されてるな、対空がすぐにね出せないようにうまく仕組み考えて、これあの1はめっちゃ安くなってから一度は触っときたいなと思って、プレステ4版は買いましたよ、めっちゃ安くなって、でライジングも一応体験版というかトライアル版か、1回落として使って、DLC の使えなかったキャラとか使ってみたかったんで、何度か起動して、結構重めのゲームなんだよな。そう、人口はね。だからあのグラブルやってる、今もやってる人たちは結局もう帰ってくる気配ないんかな。たまにね新キャラ追加して。一応そのね、会社的にはまだ多分、いや、その続きを、リリンクでしたっけ、あれもね、RPG もめっちゃ開発時間かけて、やっとね、出たと思ったら、まあ、内容はみんな面白かったっつったけど、やっぱりどうしても、そんなめっちゃ流行ってはっていうか、すぐにね、盛り上がりがなくなっちゃった感じが、同じステージになっちゃった。アークがね一応あれですね作ってて、次誰使おうかな、グラブルは本当ね、やっぱり難しいよな、いやでもグラブルもでもなんか難しいのは難しかったもんな、ちゃんとやろうとしたらシステムが、なんだろうな次やる、でもストロークやり終わった人って次何やるんだろうな、このグラブルから来て、あだからまあめっちゃ早い、もうかなり微妙だけど、それこそあの画廊伝説とかがワンチャンというか、でも多分あんまりやりなそうな気がしないんだけどな、あれもねモダン意識した、今までも結構なんかモダン意識したものはねちょいちょい出てはいたんだけど、なんか流行ったからやるってね、流行りそうだからやるでは決めたくないけども、格ゲーはもう人口がいないと、あとまあね一人プレイでも楽しめるならキャラゲーとして好きなキャラ、なんかアクションゲームとしてね新作、これ結構アクションゲームとしてなんか好きなんで、あんまり、まあ、ずっとソロでもいいんですけどね、いいっすね画廊の新作でもな、次あるとしたらそのコラボしてるんで知名度はね上がってるし、株主がサウジアラビアの王子様だっけ、王子様だったかな、なんかすごいねお金持ちの王子様なんで、宣伝とかにはめっちゃお金かけて、もしかしたら人気になるかも、まあ、キャラクターはねかっこいいキャラ多いんで、ストロークとは違った
そんな人なんですよ株主。そのサウジアラビアの王子様はそれこそ SNK のゲームが好きで、あれみたいですよ、会社の人がどんなゲーム作ってほしいですかって聞いたら、その昔作ってた、あなたたちが作ってたようなゲームを遊びたいんで、自由に昔作ってたようなゲーム作ってくださいっつって、だから資金はめっちゃあるみたいなんで、ガローデンスもね、体験あのなんだろう、いろんなところで私有台みたいなのがあるんで、体験版来そうですけどね、体験版来てね。でもまあ SNK のゲーム結構コンボとかが難しいからな。グラブルとかも今どうなってるかな、マッチングするんですかね。人は多分大会でも何人かね。でもその画廊伝説の前にそのね、キングオブファイターズとかもあんまり大会で人も集まってないし、今やってる人も昔からやってる人とか新規プレイヤーがいないんで、まあ、正直ガローデンスもね、最初話題になってもじゃあ流行るんかってなったら結構難しそうではあるかなと。あ、ランクもマッチングしませんでした。時間帯とかにもよるのかもしれないけど、まあ、でもそれきついよな。そうなってくるとあれですよね、なんかコミュニティみたいなところに行って、その友達じゃないけどこう声かけ合えて、この時間にやりませんかみたいな。今で言うとなんだろう、ディスコードとかのね、サーバーとか、まあ、好きな人は結構なんだろう、活動したりねしますからね。なんだろう、自分から誘ったりして体力使うからな、そういうのも。全然ダメだ。まあ、いや悲しいですよね。せっかく練習してね、久々動かすかっつって。だからキャラゲーとしてはもうすごくめっちゃね、いい出来だし、好きなキャラクターがプレイヤーキャラにいる人は動かしてるだけでも楽しいだろうしな、キャラクター。なんかちょっと前もなんかアップデートしてバランス調整みたいななんか やってたような気がするんだけど、気のせいかな。まあその元の格ゲー勢だったら多分グラブルにアークゲーでね来てるならギルティに戻ったりしそうだけどな、一回グラブル来て。あとあれか、なんかドラゴンボールのやつとかもね、アークゲーとかも一瞬流行ったけど、あ、割と頻繁にやってるんですよ。なんか最近もね、見た気するんだろう。ギリティギアはね、結構安くなって、最近セールではだいぶね、安くなってますよね。キャラ買わなくちゃいけないけど。あの、キャラクターレンタルの、あのストロークのキャラクターレンタルとかは、他のゲームにも入れてほしいなとはめちゃくちゃ思う。かな、あれがないとやっぱ買った後に自分の肌に合わなかったり、なんかいや全然違うなっていう時がきついから、やっぱ触れる機会が欲しいですよね。じゃあ一応あれなのかな、バランス調整してくれてるなら。どうなんだろう、グラブル今のね、次の一手というか、じゃあこれからもう一回盛り上げようってなった時に、発売前とか発売が、あ、一応遊んでやめたんだ、ギルティギアストライク。あ、買ったんですね。あ、そのん、結局ギルティが先、発売日先か、だからグラブルからギルティか。あ、じゃあ40時間なら結構。まあ、あれもむずいからな。でもあれか、ギルティむずいもんな。あれでも簡単になった方だけど、めっちゃむずいもんな。
いや、アークゲーはね、おかしいっすよ。何でしたっけ、あのラスボスのやつ、弾幕シューティングみたいなね、使いこなせる人が一人しかいないみたいな、あの男、ま、キャラクターは、あ、でも今度あれか、ディズィーが復活するのか、復活するか、追加されるのか。あ、でもあれかな、そういえばなんかアニメもやるだの、やってるだのだから、人は一応ワンチャン増えるチャンスはあるのか、まあ、人気キャラだしね、ディズィーは。ごまっちゃったんですね。あ、これ全然使えるか。いや、多分ね、アニメとかあれ、あのストーリーモードとかもめっちゃ豪華じゃないですか、ギルティギアとブレイブルーとか。だからキャラクター好きな人は、なんかね、セールも多分めっちゃ安いセールやってるんで、そのね、アニメ見てその日にセールとかやって人増えてくれれば。でもタイミングはめちゃくちゃいいのかな、 DC とアニメと今めっちゃ安くなってるし、今から始めようしてる人からしたらすごく。使いやすくするのかな。でももうすでにキャラめっちゃ多いから、なんかキャラ多いと後から入ってくるの大変だよな、対策したりある程度。あ、買った時なんで全部入りが買えるのか。ああ、なるほど。で、今度あれですよ、そういえばスイッチ版が今度出るんで、全キャラ使えるやつか。なのでスイッチしか持ってないようなそのライト層の人たちも手に取る機会が、ただスイッチ版は他のプラットフォームと対戦できないんで、確かそんな感じだった。なので人というか触る人は増えるんじゃないかな。悲しいですよね、フルプライスで発売日に買った人が一番なんだろう、損じゃないけど、でも微妙な気持ちあるんだよな。やっぱり Steam とかで買うと、そのね、中古で売ったりもできないし、パッケージとしての まあでも40時間考えたら、なんかRPG とかね、本文とかなるんで。あと RPG はその一回クリアしちゃうと、もうね、どうしてもなかなかやらんけど、格闘ゲームはまあでもやめるときはすぐやっちゃうもんな。いや、とはいえアクションゲームとしてたまにキャラ動かしたいとかってなるから、ちょっとやってやめれるし、クリアとかがないんで投げ抜け。何があるのが正解なのか、でもまあなんか僕話がどんどんずれちゃったけど、でも来年とかだったからな、あの伝説。
昔のゲームだとあのあれか、この間ダウンロード版が発売されたマーベルとカプコンのやつとかも、最初は人はめっちゃいただろうけど、懐かしくていただろうけど、多分今はきっと加速ってるだろうし、2勝16敗。やべえ、もう2時間ぐらいこれこのゲームやってるのか。俺の球の方が速い。いや、あ、はーい、ありがとうございました。楽しくおしゃべりできて、またまたぜひ暇な時は俺もそれぞれやかな。まだこれやれますわ、このガム味がなくならない。はい、お願いします。おやすみなさい。感じか。おっしゃー、あれ、おっしゃ、終わるかな。それではこの辺にしたいと思います。いや、おもろかった。またやろう。寝ます。じゃあ皆さんまた見てください。あとね、ノートか登録とかもよろしくお願いします。というわけで、さようなら。